1996年アトランタオリンピックのサッカー競技は男子競技が7月20日に開幕8月3日に決勝戦が行われナイジェリアが金メダルを獲得した。女子競技は7月21日に開幕8月1日に決勝戦が行われアメリカ合衆国が金メダルを獲得した。この大会は女子競技が正式種目に採用された。 最初の大会である。試合は、アトランタほか、アラバマ州バーミングハム、ワシントン DC、フロリダ州オーランド、マイアミの号会場で実施された。大会は今大会から実施された。女子競技では、アメリカ合衆国が全評判通りの活躍を見せる。一方で、男子競技では、優勝候補の筆頭であったブラジルが、グループリーグ第一戦の日本戦に敗れる。 波乱含みのスタートとなり、その後準決勝では、グループリーグで破ったナイジェリアに延長戦の末破れ、結果同メダルに終わった。一方で準決勝でブラジルを破ったナイジェリアは、決勝のアルゼンチン戦にも解消し、オリンピックにおけるサッカー競技としてはヨーロッパ、南アメリカ以外からの初となる金メダルを獲得し、注目を集めた。この大会は、スター選手を出場させたい。 IOC の思惑からオーバーエイジ制度が導入された初めての大会であり、この枠を活用する強豪国も目立った。主なオーバーエイジ選手としては、ディエゴシメオネ、ジャンルカ・パリューカ、ベベット、リバウド、アウザ・イールラがいる。また、23歳以下の選手では、ロベルト・アジャラ、ハビエル・サネッティ、エルナン・クレスポ、アリエル・オルテガ、クラウディオ・ロペス、ラウル・ゴンサレス、 ガイスカ・メンディエタ、フェルナンド・モリエンテス、ロベール・ピレス、クロード・マケレレ、パトリック・ビエラ、シルバン・ウィルトール、マーク・ビデュカ、サイ・ューシュ、イン・ショーカン、サミュエル・オセイク・フォー、アレッサンド・ロネスタ、ファビオ・カン・ナバーロ、ジャン・ルイジ・ブッフォン、中田・秀俊、川口・の勝、ツ、松田・直樹、ロナウド、ロベルト・カルロス、ジュニー・ニョ・パウリスタ、ジーダ、ヌアン・コ・カルなド、 その後のサッカー界のスターダムに上る選手が多数参加していた。試合は5つのスタジアムで開催された。ありがとうございます。